産業革命、産業革命、産業革命は18世紀半ばから19世紀にかけて起こった一連の産業の変革とそれに伴う社会構造の変革のことである。産業革命において特に重要な変革とみなされるものには面織物の生産過程における様々な技術革新、製鉄業の成長、そして何よりも 蒸気機関の開発による動力源の刷新が挙げられる。これによって、工場性機械工業が成立し、また、蒸気機関の交通機関への応用によって、蒸気線や鉄道が発明されたことにより、交通革命が起こったことも重要である。経済史において、それまで安定していた一人当たりの GDP が、産業革命以降増加を始めたことから、経済成長は、 資本主義経済の中で始まったともいえ、産業革命は市民革命とともに近代の幕開けを告げる出来事であったとされる。また、産業革命を工業化という見方をすることもあり、それを踏まえて工業革命とも訳される。ただし、イギリスの事例については、従来の社会的変化に加え、最初の工業化であることと世界史的な意義がある点を踏まえ、一般に、 産業革命という用語が用いられている。産業革命という言葉が初めて使われたのは1837年、経済学者のによるものからである。その後、1844年に、フリードリヒ・エンゲルスによって広まり、アーノルドトインビーが著作の中で使用したことから、学術用語として定着した。もともとは1760年代から1830年代にかけて、 イギリスで起こった最初の産業革命を指した言葉だが、いわゆる発展段回論において市民革命と並んで近代とそれ以前を分かつ分水嶺とされたため、イギリスを皮切りにベルギー、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシア、日本といった風に順次各国でも産業革命が起こったとされた。イギリスで産業革命が始まった要因として、 原料供給地及び市場としての植民地の存在、新京都革命、名誉革命による社会、経済的な環境整備、蓄積された資本内資資金調達が容易な環境、及び農業革命によってもたらされた労働力などが挙げられる。これらの条件の多くはフランスでもそれほど変わることはなかったが、唯一決定的に違ったのが植民地の有無である。 イギリス産業革命は七百六十年代に始まるとされるが、七年戦争が終結し、アメリカ、インドにおけるイギリスのフランスに対する優位が決定づけられたのは七百六十三年のパリ条約の時である。植民地自体は以前から存在していたので、七百六十三年の時点でイギリスが市場原料供給地を得たというよりも、フランスが 産業革命の先陣を切るために必要な市場、原料供給地を失ったというべであろう。いずれにせよ、イギリスはライバルであるフランスに先んじて産業革命を開始し、フランスに限らず一体化しつつあった地球上のすべての国々に対して有利な位置を占めることとなった。言い換えるならば、七年戦争の勝利によってイギリスは近代世界システムにおける 派遣国家の地位を決定づけたのである。イギリスの産業革命は1760年代から1830年代までという比較的長い期間にわたって全身的に進行した。また、イギリスに限らず西ヨーロッパ地域では産業革命に先行してプロと工業家と呼ばれる術革新が存在した。そのため、そもそも産業革命のような長期的かつ緩慢で 唯一でもない進歩が革命と呼ぶに値するかという議論もある。初期の軽工業中心の頃を第一次産業革命、電気、石油による重化学工業への移行後、第二次産業革命、原子力エネルギーを利用する現代を第三次産業革命と呼ぶ立場があるが、このような技術形態に重きを置く産業革命の理解からは、 産業革命不在説に対する有力な反論は出にくい。そのため、現在では、産業の変化とそれに伴う社会の変化については、革命というほど急激な変化ではないという観点から、工業化という言葉で表されることが多い。ただし、イギリスの事例については依然として、産業革命という言葉も使われている。イギリスについて目を向ければ、労働社級の成立、 中流階級の成長及び地主貴族階級の成熟による三階級構造の確立や消費社会の定着など1760年代から1830年代という産業革命期をで大きな社会的変化を生み出すことができる。また世界史に目を向ければ最初の工業家であるイギリス産業革命を機に奴隷貿易を含む貿易の拡大や 国際分業体制の確立といった地球規模での大変化が始まったとも言える。この世界規模での影響、負の側面も含めては先行するプロと工業家などではなかったものである。そのため、産業革命は単なる技術上の変化としてではなく、また一国単位の出来事としてでもなく、より広い見地から理解される必要がある。世界最初の産業革命になった。 産業革命に先行して、イギリスでは、新毛織物と呼ばれる薄手の羊毛製品の製造が盛んであった。もともと、イギリスでは、中世末期から毛織物が盛んで、フランドルなどに比較的厚手の半感製品を有していた。この種の毛織物は、新毛織物に対して、旧毛織物と呼ばれる。その後、毛織物の主流は、新毛織物へと変わり、 当初イギリスはフランスやネーデルラントなどから新毛織物を輸入していたが宗教改革後のスペインとの関係悪化により輸入が停止するとネーデルラント独立戦争の混乱を避け大陸から逃れてきた新京都を集めて自国での生産を開始する。こうした毛織物生産は都市ではなく各地の農村において行われることが多かった。農村部には 余剰労働力が常に存在しており、また、イギリスではかなり撤廃が進んでいたものの、都市部においては、規制に縛られることがあり自由な生産に障害が起きやすかったためである。都市にいる豚屋が機材を持つ農民に対して、原材料を供給し、農民が副業として、織物を生産することが多く、こうした生産様式は、豚屋製菓内工業と呼ばれた。一部においては、 さらにこれが大規模化し、工場に生産者を集中させて、生産を行う、いわゆる工場製手工業、マニファクチュアに発展するものも出てきた。こういった、農村工業の進展は、プロと工業化と呼ばれる。毛織物工業で蓄積された資本は、後に、綿織物工業に利用され、産業革命につながったとされるが、初期の綿織物工業にはそれほど、 大きな設備投資が必要ではなく、毛織物の担い手であったジェントリー以外にも雑多な、職業の人間が参入していたことが分かっている。彼らの多くは蓄積された資本ではなく、借金によって必要な資金を賄ったと言われ、柔軟な資金供給が当時としては問題であったとも、言われる。18世紀から19世紀にかけて、西ヨーロッパにおいて一連の農業技術上の改革。 イギリスでは特に農業革命と呼ばれるがあった。旧工地をなくした四輪作の導入、囲い込みによる集約的土地利用などによって、食料生産が飛躍的に伸びた一方で、中小の農民は自営農から賃金労働者に転落した。しかし、賃金労働者となったものの、従来言われたように職を失い都市部に流入したわけではない。 農業革命による新農法は広い土地を必要としたが依然工作のための人でも必要としており自営農であった者たちは同じ土地でそのまま農業労働者となったというのが正しいむしろ食料生産の増加によってもたらされた人口の増加によって産業革命に必要な労働力はまかなわれたと言えるこの人口増加はイギリスに限らず 西ヨーロッパ全域で起こっており、人口革命とも呼ばれる。またこの他にも、アイルランドからの人口流入も労働力需要に応えたが、競争にさらされることとなったプロテスタント系イギリス、労働者との間に圧力を引き起こし、1780年にロンドンで発生した反カトリック暴動の原因にも、なった。資本の蓄積や人口増加、いずれにせよ、 イギリス固有というよりもヨーロッパに共通の事柄であり、現在よく言われるように産業革命前夜のイギリスとフランスでは差したる差は存在しなかった。むしろ思考業という点ではイギリスよりもヨーロッパ大陸諸国の方が若干発達していたともされる。フランスで起きなかった産業革命がイギリスで起こった原因はイギリスにあってフランスになかったもの。 つまり広大な海外植民地であった。初期の産業革命で生産された雑工業製品の多くがヨーロッパ外の地域に向けられたことからも産業革命における海外植民地の重要性を見て取ることができる。こうした対外貿易の流盛によってイギリス商業革命と呼ばれる急激な商業の成長が起き、イギリスは産業革命に必要な資本の蓄積が可能となった。 また、ギルドの廃止など国内商業自体の改革も進んだ。インド産キャラコによって、綿織物に対する需要が生み出されたが、イギリスから輸出できる生産品は毛織物程度しかなかった上、毛織物はインドはじめ温暖な地方においてはほとんど需要がなったため、18世紀におけるイギリスの貿易収支は常に大幅な貿易赤字となっていた。これを改善するために、 綿織物の国内生産が進められるようになった。綿織物産業が主に成立したのはランカシャー地方であり、ここは東部の毛織物工業地帯と西部の麻、織物工業地帯に挟まれて、両工業の資本やノウハウ、技術が利用可能な地域だった。こうして生産された綿織物や甘と綿の昆布をファスチャンは品質が良くなかったために輸出用として、 大西洋三角貿易に回され、市場を得た綿織物工業は徐々に成長していった。さらに、生活革命により、その他の雑工業製品に対する需要は、飛躍的に大きくなった。これにより、工業化がもたらす、商品生産能力向上を吸収、消費する、国内市場が形成された。産業革命の原動力となった、蒸気機関や、防石機などの機械は、 多くの部品を正確に製作して組み合わせ、狂いなく動作するように仕上げる技術が必要であり、作成には高度な技術力が求められる。こうした多数の部品を組み合わせ正確に動作させる技術は、時計産業の発達によってもたらされた。時計は多数の部品を正確に組み合わせないと動作しない、高度な機械製品であるが、18世紀後半には、 ジョン・ハリソンのクロノメーターの開発に代表されるように、時計製作技術が超速の進歩を遂げおり、イギリスをはじめとして、フランスやスイスには時計を分業によって製作できる高度な技術を持った職人集団が成立していた。この機械製作技術やシステムはそのまま蒸気機関や防石機といった黎明機の産業機械製作に応用され、産業革命の技術的基礎となった。 イギリス産業革命の原動力となったもののうち、最も重要だったのが、面織物工業における様々な技術革新である。こうした技術革新の端緒となったのは、1733年ジョン系が、食器の一部分である火を改良した飛び火、フライングシャトルを発明したことである。これにより、手で火を動かす必要がなくなり、食器が高速化された。これは、 工程の一つの改善でしかなかったが、これにより綿布生産の速度が向上したために、旧来の糸車を使った宝石では、綿紙生産能力が需要に追いつかなくなった。そのため、旺盛な需要に応じるために1764年、ハーグリーブスがジェニー宝石機を発明した。これは、 従来の手引き者が一本ずつ糸を取る代わりに、八本、後に十六本に改良の糸を同時に紡ぐ、このできる多軸防石器であった。ただしこの段階では未だ防石は人力と熟練に依存しており、ジェニー防石器が小型であることもあって、この防石器は農村工業地帯に広く普及した。1771年、リチャード・アークライトが水力防石器を開発した。 面をローラーで引き伸ばしてからよりをかける機械で、ジェニー防石器のように小型のものではなく、人間の力では動かない大型の機械だったので、水力を利用したもの。個人の住宅では使用できないため工場を設け、機械を据え付けて数百人の労働者を働かせて、多量の面紙を作り出すことに成功し、これにより大量生産が可能になり、 立地に制約がなくなった上に防止作業に熟練した労働者が必要としなくなったため、失業を恐れる労働者や同業者などから妨害を受けた。この発明は本格的な工場製機械工業の始まりとなった。そしてこれらの特徴を合わせ持ったサミュエル・クロンプトンのミュール防石機が1779年に誕生し、面子供給が改良される。すなわち、ジェニー防石機の意図は、 細いが切れやすく、水力防石器の糸は丈夫だが太かったため、細くて丈夫な糸を作ろうとして生まれたのが、ミュール防石器であった。ミュールとは、ラバのことで、要するに、馬とロバの長所を取ったという意味である。これらの発明によって、防石過程は大幅に改善されたが、食婦過程は、飛び火以来目立った改良がなく、生産能力が不足していた。このため、これを受けて、 エドモンド・カートライトが蒸気機関をどうとした力食器を1785年に発明した。これはその名の通り世界初の動力式の食器であり、これによってさらに生産速度は上がった。減免の供給においても、1793年にアメリカのイーライ・ホイットニーがワタクリ機を発明したことでそのが大幅に改良され、大量の減免が供給されることとなった。 宝石家庭においては、ミューレ宝石機は長らく主力であり続けたが、多くの人々によって常に改良がなされており、1830年にリチャード・ロバーツによって完全に自動化された。これらのように、問題点の改良が各地で行われた結果として、生産性が加速度的に向上することとなった。問題点の解決が生産余剰を生み出すまたは、 全工程の生産増大を促し生産効率を上げるという愛効果の中で最終的な生産物が過去とは比較できない比率で生産できるようになった。こうした数々の改善の結果イギリスの綿織物の生産は激増し品質も改良されて全世界に輸出できるものとなっていった。1802年から1803年にはとうとうそれまでイギリスの主力産業であった。 毛織物の輸出を上回るようになり、メンモリ物は新たなイギリスの主力産業となっていった。繊維業と並んでイギリス産業革命の推進役となったのが製鉄業である。イギリスではすでに16世紀頃から鉄製品に対する需要が高まっていたが、当時は木炭を用いていたため、急速に成長する鉄需要に対応するうちに木材が深刻に不足し、17世紀には ロシアやスウェーデンから鉄を輸入する事態となっていた。木炭不足に対応すべく、一般家庭の燃料にはこの頃から石炭が利用されるようになっていた。イギリスには石炭が豊富に存在したからである。しかし石炭に含まれる養分が鉄を脆くしたため、石炭を製鉄に使用する試みはすべて失敗に終わっていた。18世紀に入り、1709年に、 エイブラハムダービー一世が石炭を蒸し焼きにしたコークスを製鉄に利用するコークス製鉄法が開発されたことで状況は変わったもののこの製鉄法が広く普及するためにはさらに数十年を要した。1735年には彼の息子であるエイブラハムダービー二世によってさらに改良が加えられ1750年頃からコークス製鉄法はイギリス全土普及していった。 1740年代には、ベンジャミン・ハンツマンによって、良質の鋼鉄も作られるようになったが、この鋼鉄は大量生産ができず、鋼鉄を一般的に使用できるようにはできなかった。1760年代には、ジョン・スミートンによって、航路用の送風機が改良され、これに、ワット式蒸気機関を組み合わせることで、送風過程はさらに効率が良くなった。 ついで1784年にはヘンリー・コートが各半精錬法を発明し、これによって良質の錬鉄が大量に生産できるようになった。このような鉄の需要は、はじめのうちは生活革命によって使用されるようになった軽工業製品によって牽引されたが、やがて産業革命が進むにつれて、工業機械や鉄道のためにさらなる鉄が必要をとっていった。 イギリスで作られた工業機械は1774年に海外への輸出が禁じられたものの1825年にこの禁止が解除され以後イギリスの優れた機械は海外へ輸出されドイツなどの工業化を進めることとなった様々な産業機械の発明と発展はその産業機械を生み出す機械工業を誕生させさらに機械を生産するための加工技術も発展を 続けた。1774年には製鉄業者であるジョン・ウィルキンソンが中栗板を発明し、これによってシリンダーなどの内面の精度が大きく向上した。この精度の向上によって、工述するワット蒸気機関の作動を保証できるだけの前提が整った。また、1800年にはヘンリー・モーズリーが実用的なねじ切り、旋板を発明したことにより、 ネジ山が統一したサイズでネジを生産できるようになり、ボルトとナットが互換性を持った形で量産が可能になった。それまではタイとなるボルトとナットは世界に一つきりのもので、互換性など求めるべくもなかったのである。これによって、ヘンリー・モーズリーは工作機械の父とも呼ばれる。また、これ以外の産業技術の開発も、この時期進んだ。年には、 フランスのニコラ・ルブランが、ソーダバイ・炭酸ナトリウムの大量生産法を発明し、このルブラン法によって、アルカリを大量に使いする、ガラス産業などの原料供給のネックが解消され、ガラスの増産が進んだ。製紙業においては、1798年に、フランスのルイ・ニコラ・ロベールが、連続型の正式を発明し、1799年には、 イギリスのヘンリー・フォードリニアがこれを実用化した。印刷業においては、1800年に、イギリスのチャールズ・スタンホープ、スタナップが、鉄製で手動のスタンホープ、スタナップ印刷機を発明し、それまでの木製のグーテンベルク印刷機にとって変わった。1811年には、ドイツのフリードリヒ・ケイニヒが、蒸気式の印刷機を開発し、製紙と印刷の改善によって出版がより一層左んと、 なった。建材においては、ジョン・スミートンが、水構成石灰の水構成の条件を特定したことから、セメントの研究が進み、1824年には、ジョセフ・アスプディンが、ポルトランドセメントを発明し、以後セメントは重要な建築材料の地位を占めるようになった。証明においても、1792年に、ウィリアム・マードックが、ガス灯を発明し、 19世紀初頭にはヨーロッパで普及した。石炭の採掘が盛んになると炭鉱に溜まる地下水の処理が問題となった。こうした中、1712年に入庫面によって蒸気機関を用いた排水ポンプが実用化された。ただしこれは効率の悪いもので。 産出された石炭の3分の1が蒸気機関の運用に使用されたと言われているが、ともかくもこれによって、鉱山の排水は改善され、石炭の生産は増大した。1765年、ジェームズ・ワットが蒸気機関から複水機を独立させたことで、蒸気機関の能力は著しく増大し、真に動力源として革命的なものとなった。これにより、 エネルギー効率が大幅に改善され、燃料の75%の節約が可能となったので、ある。実用化にはしばらく時間を必要としたが、1775年にマシュ・ボールトンの出資を受け、ボールトンワット商会を設立してからは設計は順調に進み、1776年には最初の実用的なワット蒸気機関が完成した。 さらにワットは1781年に優勢歯車機構の特許を取り蒸気機関のエネルギーをピストン運動から円運動へ転換させることに成功した。この蒸気機関の改良によって蒸気機関は鉱山排水のみならず様々な機械に応用されるようになった。それまで工場は水力を利用するために川沿いに建設するほかなかったがワットが 蒸気機関を改良したことによって、川を離れ都市近郊に工場を建設することが可能となった。これにより、新興商工業都市は、さらなる成長を遂げるが、一方で過密による、住環境の悪化を招くこととなる。ワットは、爆発事故を防ぐために、蒸気機関を高圧で使用することを禁じていたが、1800年にワットの特許が切れると、リチャード・トレビシックらによって、 早速蒸気機関の高圧化が図られ、出力を急上昇させた蒸気機関はさらに多くの用途を持つようになった。産業の発展に伴い、イギリス国内の輸送手段も徐々に改善されるようになった。最初期の輸送手段改善は主に運河の建設によってなされた。きっかけはブリッジウォーター港、フランシス・エジャートンが1761年に建設した。 ブリッジウォーター運河である。この運河は、ブリッジウォーター港の領地である、ワースリータン港と工業都市マンエスターを結ぶものであり、大成功を収め、マンチェスターの石炭価格が半額に下落した上に、経費も大幅に節約できた。この成功は各地に模倣を生み、1760年代から1830年代にかけてはイギリスにおいて、 運河時代と呼ばれる一時代が検出した。特に1790年代前半には、運河熱と呼ばれる運河建設、投資ブームが巻き起こり、急速に運河の建設が進んだ。この運河網の発達は、安定した大量輸送を各地で確保し、産業革命を推進する大きな力の一つとなった。また、陸路に頼らざるを得ない鉱山などにおいては、線路を敷設しその上に、 トロッコや貨車を走らせることが行われていたが、これも18世紀後半にはレールが中鉄製となり、人力に代わって車を馬に引かせる馬車鉄道なども導入されて、多くの鉱山で使用されるようになっていた。また、19世紀初頭には、ジョン・マカダムによって、いわゆるマカダム舗装が実用化され、道路は大きく改良された。しかしこの時点においては未だ、 交通機関そのものに対する抜本的な改良はなされていなかった。しかし、蒸気機関が改良されるとともに、蒸気機関を輸送手段に使用する試みがなされるようにって言った。こうした試みのうち、最も早く実用化がなされたのは、蒸気船であり、1807年にロバート・フルトンによって、河川航行が可能な外輪船が実用化された。 外輪船は荒波に弱かったために外洋航行には使用できなかったが、1830年代には改良された外輪船が外洋航行を行うようになる。しかし本格的に蒸気船が使用され始めるのは1840年代により、高速を得られ安定性も高いスクリュープロペラが開発されるまでかかった。また、産業革命機は小船の改良も進められており、 快速小舟、クリッパーと呼ばれる高速の小舟が登場し、小舟が全盛期を迎えるのは、イギリスで産業革命が終わった後の1840年代以降のことにいる。このため、蒸気船が小舟にこの時期とって変わったわけではないことには注意が必要である。また1804年にはトレビシックにより蒸気機関車が発明された。この蒸気機関車は、 実用的なものではなかったが、その後蒸気機関車は、ジョージス・チーブンソンらによって改良され、1825年には、世界最初の商用鉄道である、ストックトンダーリントン鉄道が開通した。さらに、蒸気機関車の改良は進められ、1829年に、ロバートス・チーブンソンの設計したロケット号に行って、基本的な機構が完成された。翌1830年の、 リバプールマンチェスター鉄道の開業によって、蒸気機関車とそれの走る鉄道というシステムが完成した。蒸気船の普及に時間がかかったのとは、対照的に陸上に他に特に対抗できる高速交通機関が存在しなかった鉄道の普及は急速なもので、1830年代後半になると、すでに鉄道網の整備が進み始めてり、1850年までには6000マイルの 鉄道が開通した。また、鉄道は時を置かずして諸国にも伝わり、1830年代には、すでにアメリカ、フランス、ドイツ、さらにはロシアなどにおいても鉄道が開通し、1850年頃にはこれらの国でも、かなりの長さの鉄道網が開通していた。これらの移動手段の発達は、交通革命と呼ばれる。イギリスにおいては、鉄道は、 産業革命の原動力ではなく一つの欠実であり、イギリスは鉄道なしで産業革命を成し遂げた唯一の国家となった。後発諸国の産業革命、工業化においては、鉄道の不設は前提条件となった。産業革命は1760年代から1830年代までに及ぶ非常に長く緩やかな変化であったが、産業革命以前と以後において、 社会の姿は激変していた。農民の比率は減少し小工業従事者が激増したが、中でも高工業に従事する労働者の数が大幅に増えた。工業の比率が高まるとともに都市には多くの労働者が集中するようになり、都市化はこの頃から徐々に進むようになった。生産システムも、それまでの家内製紙工業から工場製紙工業、マニファクチュアに変わり、 都市に大規模な工場を建設して機械により生産をう、いわゆる工場製機械工業の割合が増加していった。ただし、イギリスにおいても工場製機械工業は1830年代を過ぎるまでは工業生産の主流とは言えず、主工業が各地に残存していたことは特筆されるべきである。また、この流れの中で工業に従事するものの中でも、階層文化が起き、 工場を所持する産業資本家層とその工場で働く労働者層が成立した。産業革命の進展とそれによる工業生産の増大は工場を所持する産業資本家の勢力の増大をもたらし賛成権を求める声も高まっていった。この動きは1832年にホイック等のグレー内閣が人口の極端に少ない、いわゆる 不敗選挙区を廃止するとともに、ブルジョア層に選挙権を拡大することにつながった。こうした動きの中で、産業資本家層は、旧来からの地主貴族層と結合を深め支配層の仲間入りを果たすが、一方で労働者層の不満も非常に高まっていた。労働者の生活水準は非常に低いものであり、また鉱山や工場においては、自動労働などの問題も深刻だった。 1811年から1812年にかけての拉ッと運動などの抗議を繰り返すようになった。この資本家と労働者の対立は産業化が進むにつれてより一層深刻となり、以後の世界政治の重要な定流の一つとなった。イギリスの工業生産は最盛期の1820年代には一国で世界の工業生産の半分、50%を占めるようになり、 以後1870年代に至るまでイギリスは世界最大の工業国であり続け世界の工場と呼ばれるようになった。産業革命期の生活水準については常に論争の種となってきた。特に都市部においては都市開発技術の発展や衛生関連の発展などが人口増加に追いつかず賃金レベルも低く産業革命以前と比べて生活レベルが 下がったという見解がある一方、輸送コストの低減や特に、綿織物の価格の低落による医療事情の改善などがそれをかなりの部分総裁したという見解もある。イギリスで産業革命がほぼ完了する1830年代に入ると、イギリス以外の国々にも産業革命が伝播するようになった。まず最初に産業革命が伝播したのはベルギーで、 1830年の独立とほぼ同時に産業革命が開始されている。ベルギーが産業革命の先陣を切った理由は、南部のアロニア地域に豊富な鉄鉱石と石炭の埋蔵があったことや、欧州の中央に位置し、交通の便恵まれていたことなどによる。ついで、ほぼ同時期に7月大世紀に入ったフランスと米英戦争。 1812年から1814年後にイギリスからの経済的自立が深まり、さらに西部の開拓が急速に進みつつあるアメリカでも産業革命が始まった。イギリスとそれ以外の国々の産業革命における最大の際は鉄道の有無である。1825年に実用化された蒸気機関車式の鉄道は柴叩く間に ヨーロッパやアメリカ諸国へと伝播し、輸送システムを一変させた。また、こうした、後発諸国は先行するイギリスの技術や社会システム、折り入れて発展することができたので、より急速な成長が可能となった。ただしこれら諸国の産業革命のスピードは、各国によってまちまちであり、例えば、フランスにおいては、産業革命の進展は、緩やかなものであり。 急速に進展を始めるのはナポレオン三世による第二帝政を待たねばならなかった。こうした先発諸国に対し1834年のドイツ関税同盟成立によって広大な共通市場を得たドイツ諸法が1840年代から産業革命を開始した。その後19世紀後半にはイタリアやロシア、そして スウェーデニアなどの北欧諸国が、さらにアジアにおいてはそれまで世界最大の経済大国だった中国とインドは、イギリスとの戦争で敗戦して効果にも失敗し、唯一日本が産業革命を成功させ、工業化社会を築き上げていった。イギリス産業革命がほぼ民間資本のみによって、下から達成されたのに対し、これら後発諸国の多くにおいては、政府が、 積極的に工業の育成に取り組み、いわゆる上からの産業革命が推進されていった。工業化を成功化させた国々と工業化がなされない国や工業化を成功させた国の植民地との国力差は産業革命以前と比べて非常に大きなものとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。